はい、皆さんこんこにちはレクですそれでは私の方からですね春まで待てない先取りリアククラスでライブと差をつけろとねこういうまあなかなか刺激的なテーマではありますけれどもそれで4 5 0分ほどですねガイダンスの方をさせていただきたいと思います、えーとまあ、このガイダンスですね来年の2月からですね始まります先取りクラス からの合流というのを想定したガイダンスでありまして、まああのね、通常のクラスであれば春の4月からですね4月から4月末ゴールデンウィーク明けです、ね、そこからまあ本格的に始まっていくというのが通常クラスでありますけれどもそこ,そこよりも2か月早くですね合流するというねそういうクラスでして、まあ、なかなかにあのいろんな他の、ね、受講生なんかと差がつくと、ね、春から始める人よりもまあ一歩先んじるというねそういうことのできるメリット等がありますので、まあ、そういったところを、ね、中心にお話しできたらなというふうふに思っております。 はいえー、まず早速ですね、レジュメの1ページを開いてみてください、えー、とりあえず先取りクラスに限らずではありますけれども、えー、この赤城クラスの目標ですよね、えー、これが一番のところに書いてあるというふうにご認識ください、でえー、と目標のまずは合格年度ですね、えー、先取りクラスの方に関しては、早ければ1年4か月後の予備試験には間に合う可能性ですね、えー、これがございまして、2019年の予備試験ですね、まあ、ただちょっとこれはかなり無理をするというね、えー、そういう可能性もありますので、 一応は2020。 までには間に合わせるというね、そういうふうなまあ予備予備試験で間に合わせるようなねカリキュラム制でやっていきたいというふうに思っております。で予備試験に合格ですね。それ以外にも司法試験の受験資格を得るねロースクールに行けば得られるわけですけれども、そこもロースクール入るとしたらまあ兄弟ロースクールですね。関西で一応まあね一番トップになるだろうというふうに思われるロースクールそこへの合格これを目標にですねクラスの運営というのをしていきたいというふうに思っております。ただあのこれらの試験ですね。 共通性がありまして最も大事なのは論文試験というかまあロースクール入試は論文しかありません。で、えー、担当試験ですね予備試験の方に関してはあのー、担当というマークシート試験それから、えー、マークシート試験合格した人に論文試験。 でその論文を合格した人に最後口述試験という三段階のですね、えー、旧司法試験の時と同じようなまあ、えー、選抜ですねこれがございますけれども、えー、その中でも論文に対してウェイトを置くそういう風うなね、えー、一応ステ、えー、予定で、えー、クラスの方を運営していくという風うにしていきますでなぜ論文にウェイトを置くかなんですけれどもまあここはいろんな理由がございますでまず一番大きな理由なんですけれども論文で書く のと担当でマークシートで答えるというのはおののずと大きな差があります、えー、マーークシートの場合ですね、えー、問題文読んでそこに答えがどこかに、ねえー、載ってるという状態ですので「マルカペケ」これを判断できたら担当では一応、ねえー、答えが出せるとこうなるわけですけれども論文はそうとは限らないっていうかね、えー、自分の言葉で全部書き、えー、尽くしていかなきゃいけないとそうなるとですねその書き切るまでに深い理解 しななけければいけないとかなりそこの、えー、プロセスで時間がかかると、えー、習得までに時間がかかるそういったところを意識してますなのでより時間のかかる論文ですよねこれをまああの2年かけてじっくりと要請しようとまずはそういうふうなね、えー、ところがあると思っていただければ幸いですで、ねえー、とりあえず入門講座、えー、その1年やりますけれども入門講座の後にまた2年目で、えー、論文専用のですね、えー、論文を、えー、だんだん ガガンガン解いていくね、えー、そういう風な構図がありますけれどもそのまあ1年、えー、半ないし2年ですね、えー、その間に論文力というのも徹底的に高める、えー、これをまずは優先しているというね、えー、こんな感じだと思っていただければ幸いです。でもう一個理由が実はありまして、えー、担当試験への、まあ、影響ですです論文試験で出る範囲はもちろんですね担当試験でもね出題、えー、される可能性があるわけですけれどもその担当試験の得点 これをどうう取るかという戦略も実は入ってます、えー、論文試験で出る可能性のある分野をほぼ完璧にしておけばですね、えー、担当試験でもですね、えー、聞かれた時にほぼ間違いなく正当できるという感じになると思うんですね。おおむねですね、えー、ここはあの同心円の構造になりまして、えー、担当の出題範囲と論文の出題範囲ですねちょっと腕、えー、章ですねさせていただきますけれども。 論文の取材範囲というのはかなり各科目でもコアの部分ですねそこが取材されましてそこを自分の言葉でしっかりと表現できるというねそこが求められますけれども担当試験の取材範囲はというともう少し広いですでこの担当試験というのをね、えー、がっつりとこう、ねえー、やっていくとなるとですね かなり大変ですね分野も多いし量も多いしというところでなかなかこうね点が取りにくいところがあるんですがただし担当の手段範囲ドローの手段範囲かぶってここの手段範囲に関して担当で出たた時に完璧にしておくということで点数のベース点 これれが取れるんですよねで各科目、いろいろ分析していくとですね論文試験のところをしっかりと押さえておけば担当の5割ぐらいは余裕で超えるというような感じになるんですね。なので、その担当ではあと何歩か追加すれば足りるというねそんな状況にするためにもまずは論文試験のところをしっかりやろうとこういうふうな、ね、戦略をこれをもってですね私のクラスというのは一応考えているというふうに認識いただけると幸いです。でその論文試験 さあどうやって、えー、一応突破していくかということで、えー、そこはもう入門クラスの中でもですね、もういきなり最初の方からねお話をしていくという風な感じであります。まああのパンフレット等にも載ってございますけれども、えー、当事者目線、条文市場主義というね、これが論文突破する上ではま欠かせないね、えー、そういう視点なのかなというふうに思われます。でこれはなぜこの視点が出てくるかと言いますと、今の事例問題の出題形式ですね。えー、ここがまあ一つ鍵でございます。で、えー、どんな感じになるかと言いますとね。えー 実際に起きた紛争と近い事例これが出ます実際に起きる紛争というのはまあ、登場人物が 複数に出てきます。A さん B さん C さん D さんとかもたくさんの人数が出てくるんですけれどもその複数人の間で揉め事を起こすんですよね。A と B と B の間でここうういとしその B と C との間でこんなことになって A と C との間でよけいこじれたとかですねまあいろんなこうね複雑な紛争これが出てくるんですがその紛争を前提に一応考えてくれと。こういうい問題ですね。でその 実際の紛争が起きたときに実務化はどう思考するかこれから逆算して出ているのがこの当事者目線常分指導主義というところになります。で私自身が、ねえー、実際に弁護士として活動していく中でこの2個が絶対落とせない視点だなというところで出てきています。 当事者が言いたいことが絶対あるはずなんですね。で、その当事者の言いたいことここからまずは出発しようじゃないか。これがまず当事者目線というところです。ただあの当事者目線だけではねどうしようもないとこいのもありましてですね。例えばこうね、えー、知り合いにお金を貸しましたとで、えー、そのお金貸したんだけども知り合いが返さないというときにですね、えー、何が請求できるかって言ったらそれは貸した金返せというのはま請求できるんですけれども例えばその借りた人以外に、えー、そのね何か親族がいると親族が金持ちだから親 親族かからら返してもらおうとかねこれは条文がないのでできませんよとあるいは返さないことは不誠実だ謝れとかねそんな風に言っていても謝れという請求権は条文にはないというふうなことでその当事者の言いたいこと主張したいことというのは実は条文という縛りがあるのが法律の世界なんですね。なのののでその当事者の言いたいいいたたこことと主張したいことを条文に基づいて 形作っていくとこういうふうなスタンスがあるとですね論文試験ととといいいううのがが非常に解きやすすころありまそういった点で論文の出題に突破する上でね論文に突破するのに必要な力この2つに尽きるかなとここがね全科目できてくると結構論文は楽だなという感じですね実際にこの目線で論文解いていくとおおむねですねなんていうかな合格点どころかですね優秀答案に近づくぐらいのところまでは分析できるかなというような感じです。 ですのでもうどの科目も当事者の立場で言いたいことを考えようがないかただし言いたいところ主張したいところは条文などの根拠があるものじゃないといけないとこういうところで当事者と条文というので、ね、しっかりとやっていこうと、まあ、こういうふうな視点で勉強していただければなというふうには思っておりますただし完璧主義になりすぎないというのも大事でして はいえー、合格点のところもね、えー、少しコメントを入れ,入れさせていただきたいと思いますが、えー、この合格点ですが現状の論文試験特に予備試験ですが合格ラインはというと1科目50点ですが1科目25点もあれば受かります。まあ目標としては50点中の半分ですね。 え、そんなんでええのというふうになるかもしれませんが実際の合格点ね法務省のホームページ見ていただくと載ってますけれども250点超えることはまずないです、ねえー、一応10科目で500点満点なんですけれども、えー、250なくてもいい235とか240245ですね、えー、これを超えたらもう合格になってますのでとにかく全科目半分の点は取れたらいいと。半分を取れたら の字にしてですね、それをまあ最終的な目標にしながらねやっていくと、これがまあね戦略のその2っていうかね、それになってくるのかなと、そういうことで、一応の水準とね言われますけれども、法務省のホームページで、答案ですね、受験生の答案、これを一応4段階で一応分類しています。優秀層層とと良好の層と 一応ののの水準の層層とと不良の層というね、えー、上から4つほど、ね、分けてますが上から3つ目、一応の水準これで実は21点でして、えー、この一応の水準の最低点をちょっと超えたら25点には届きますので、えー、そういう意味で一応の水準を超える辺りをですね、えー、これを目標にやっていこうと。 こうそのあと、ね、論文に必要な力というのを、ね、いろいろな角度から分析させていただいてますけれども、まあ、法律、論文を書くのに必要になるもの何なのか、まあ、条文を使いこなせるかどうかですねもうここがまあ結構、ね、大事になるかなとそうすると条文を使うための前提としてまずは事例の分析。 まあここは高校生ぐらいの国語力があれば大丈夫だろうというふうに思いますので、まあ、事例把握については特段大丈夫だと思うんですがその後ですね、えー、法的な思考当事者の言いたいことは何なのかなで、えー、条文上はどうなのかな条件クリアしているのかな、ねえー、そういった法的な思考ですねそこは条文の基本的な知識がないとちょっとできないよとあと条文の思考でありますってね、えー、ここは法律的な思考の仕方ですね。えー、条文に書いいいてないことととはどううするかというと 判例に従うとで判例に従うんですけれども、その判例にえー、そうかどうかね、えー、そこの思考というのも非常に大事でして、そのね条文とか判例に基づいて考えるというね、えー、この力がまあ求められるで、判例とはちょっと違う事案も出ますね判例と同じ事案が出たら楽なんですけどもねえ。判例と違う事案が出まして、そこは、えー、応用力ですね、えー、そこがまあ問われまして、基本的な判例とここが違う。 そこが違うことでどうなるべきかというのを自分でちょっとね推理していくみたいなね、えー、そういうところもまあものによっては求められるとまあ10問あったらね34問ぐらいね、えー、この辺の応用力を問うという風な問題が出てくるね、えー、ことがありますけれども、えー、ここの応用力というのももちろんね、えー、もっと国越したことはないかなとあとは各力 で、あとは自分をコ,コ,コントロールする力ですね、えー。書きたいことばっかり書いていく人ね。えー、それが時々出てきますけれども、えー、答案というのはこれ、ラブレターですね、えー。出題者に対するラブレターですので、ある意味、出題者が求めていることを書く。ねえー、そういうふうにしなきゃいけませんので、自分の書きたいという欲求は抑えて、とりあえず求められていることに対して答えようというね、自分のコントロールで言いますし、まあ 試験ですので、えー、見たことない問題を見て、ね、えー、頭が真っ白になるというようなこともまあ,あったりしますが、その時も自分のコントロールですね。真っ白になったままでは答案、点数つきませんので、なんとか平常心に戻す力ですね。えー、そのにまに、まあ、僕、よく言,わるんで言うんですけども、えー、他の人ももっと困っているよと、そう思うと結構自分もなくなるんですね。えー、自分自身が困っているだけじゃないと、こんだけ難しい問題、他の人も困っているだろう。で、その次どうするか、いつも通り考えようと。 このいつも通りの考え方というのに立ち返ればここは強いですね、えー、いつも通りの思考をどうやってたっけあ当事者だ条文だというところでね、えー、そこから考えていくというふうにできるとおの、まあ、ずと必要な力というかね、えー、合格ラインにも近づいているかなというふうには思います。ただ、まあねえー、そこを 頭の上だけでやってるとちょっとね、えー、足りないところがありまして、実際に書く力ですね。えー、ここはもうね、えー、実際に文章を書くというのはこう訓練を積むしかないかなというところであるんですが、ただ、この文章力というものについては、えー、なかなかですね、えー となていうか学生さんは学生さんの、ね、苦労があり、ね、社会人は社会人の苦悩がありというところで、まあ、ここはです、ね、課題というのは人それぞれかなというところはあります、まあ、とにかく日本語的に分かりやすい文章を,です、ね、これを書く力というところになりますけれどもただあの変に、ね、文章を相続するというふうなことは必要なくって考えた通りに書くこういうふうな意識ですねこれを持っていただければ文章力としては、ね、十分だろうと一応その論文というのは何を書くか 思考過程かけって、ね、よく言われるんですけれども自分の考えた通りに、ね、一応表現してみるという、ね、その力がまあ必要かなというふうに思われます。でこの文章力についてはねうだつ手不正をもう1日100回やったところで,ですねすぐに上がるものでもないし、ね、いろいろな、ね、もうこれ訓練しかないかなとで書く速さはもう早めようがないのでそういう意味で時間制限の中で早めようとすると。 2つ目、3つ目ですね、ここをいかに速くするかというところが鍵になるのかなというふうに思いますね。法的思考力、これのまあ速度をアップする、応用のスピード、これをアップするですね、えー、事例の速くの、ね、スピードか、まあ、速読みたいなのありますけれどもね、速読して問題文読み落としたら話にならんので、そこはちょっとね、一概には言えないところですが。 はいまあ、このような、ねえー、内容というのをまあしっかりと、ね、2年かけて皆さんには力をつけていただこうというふうに思ってやっておりますただ、あのー、意識しなくてもね多分繰り返し繰り返し僕授業の中で言うと思いますので、えー、そういう意味で考え方に関してはいつの間にか習得しているかなとあとはまあ条文に知識を集約するというね、えー、その作業がまあできるように、ねえー、皆さんのサポートをしていきたいなというふうに思っております、えー、ちなみに論文試験では条文を見ていいというね、えー、そういう形で出ますので、えー、条文から 思いい出せるそういう状態でで大丈夫ですねただまあ思い出すスピードはちょっと早めでとこね、えー、ことを越したことはないですが、えー、条文見て思い出せる条文から芋づる式でですね出てくるようになると本当に鬼にかなぼうというねこんな状態になるかなというふうに思っております。はい,、えー、そう,いうことでまあちょっと私のクラスの目標等で時間を使いすぎてしまいましたけれども、えー、とりあえず私のねクラスのコンセプトですね論文力。 当事者目線と条文市場主義ですね、えー。ここを意識しております。ね、えー、困ったら当事者、困ったら条文というね、そんな感じで考えると、その、えー、思考力というのをね、えー、論文2年かけて皆さんに、えー、提供していきたいというふうに思っております。はいで私のクラスの魅力2番のところですね、えー、私のクラスでライバルと差がつけられる部分ですね、えー、どういったところにあるかというと、やっぱりまあ1番の、えー、うちの売りですよね、括弧の1。 一年目から論文力をじっくり養成というね、そこをすごく意識しています。で、ここよくあるカリキュラムではあるんですけれども。こういうカリキュラムがあり得ます。一年目。知識の習得。この講座ばっかり。 2年目、論文作成。で、後半から担当対策とこんな感じで、ですねよくあるカリキュラムではこうなるんですけれども2年目でいきなり論文作成しようと思っても。 ななかなか、ねえー、1年間で本当にできるのという疑問はまず一点あるのとこれは従来の予備校の弊害ではあるのかなと思うんですけども1年目の知識習得が何のための知識習得かがまあ整理されてないという意味でこのせっかく習得した知識がすぐに論文用に 修正できなないいととううふうなところがあったりするで1年目と2年目ですね、えー、連携取れてないで1年目でこの2年目を意識せずにやってしまうととってもロスが多いです1年目でた知識さあ論文書こう 1>, 1年目の知識だけでは解けないどうするか、ねえー、こういう論文の考え方があるとでその論文の考え方に基づいて知識をもう一回整理し直そうと、ねえー、そういうふうなことになってですね、えー、この1年目2年目が連携してないと、ねえー、非常にロスが出てしまいますなのでもう1年目から論文を意識して意識づけをしっかり、ねえー、持ってやっていくと、えー、そういうふうなことで大きく変わってくるかなとそういう意味であの1年目でですね 論文を書くためのインプット1年目からやって損はないいだろうと思いますで、えー、論文を1年目からしっかりしよう。で1年目と比べて2年目は時間的に結構タイトになることもありますし試験が近づきますんでね人間の心理状態って結構まあ焦る、ねえー、そういう要素も出てきますんで、えー、なかなか知識の習得も 思ううに任せないといとのが2年目でよくありますそういう意味で1年目はまだプレッシャーとかも近くないとしかもやりたてほやほやということで、えー、結構ね、えー、やる気もいっぱいかつ 法律的にまだゼロの人にとってみると、まあ、スポンジに水を染み込ませるごとくですね、スーッといろいろと入ってくる、まあ、習得しやすい、まあ、いろんなこう総合、えー、相,相乗効果ですね、これがありますので、1年目はやっぱりしっかりとこう、ね、目的意識を持ってやっていく、それがまあ望ましいのかなとで、目的意識としても論文を書くためというね、このまあ一応一つのゴールですね、これをまあ見定めながらですね知識習得するのとしないのでは、まあ、大きな、ね、力が出てくるかなというふうに思われます。はい えそんなところでまあ他校とのねえ違いをちょっとお話ししてしまいましたけれどもねえ他にもね1年目で担当対策をやってしまうというねえそういうところもありますえここのねえ担当と論文では担当の方が範囲広いんだからね担当の方を広げてやっとけば論文もそのうちできるだろうとね逆だろうというね僕は思うんですけどもねえ知識の,その深さでいくと担当は浅くていい論文は深くいる時間かかるんだぞというところもねえありましてまあそこは論文中心でやるべきかなと僕個人としてはねえ考えていると。そのためにえ授業としてはこんなく 風をしておりまして、二ページのところですね。インプットはい、もう問題解く感覚で勉強します。えー、まあ先取りクラスだと憲法から始まりますが、もう憲法の一回目から問題の解き方を意識して判例なんかを見ていくと、こういう勉強をしていきます。民法も一回目から民法の問題の解き方というのを踏まえて、それを踏まえて事例。 ここれにアプローチしていいくととそういうことで問題解く感覚で勉強するこの問題解くというのも論文の問題解くという感覚でやっていきます。なのでその判例なんかもですねもしこの判例が例題としてですね出題されたらどう考えるかというねそこをま,あまずは皆さんに提供してで一緒に考えてでどうなるだろうとそこをね一緒に考えていく、まあ、そういうふうな勉強の仕方をですねインプットではやっていきます。あと、えー、事例もちろん大事なんですけれども先ほども言いました条文。 当事者目線これ非常に大事ですので、ね、もう繰り返し繰り返し、ねえー、その、えー、認識というのは、ねえー、皆さんに持っていただくようにします。なので、まあ、大事な条文とかは一緒に読むと。ね。えー、条文皆さん一人で読んどいて言っても、ね、なかなか読まないですけれども授業の中で、えー、条文一緒に読みましょう。 となると、まあ、このね、一緒に読んでいただくね、強制的な契機、これが出てくるかなと思います。その条文をしっかり見て、ね、条文番号、この辺もですね、あ,のある程度大事な条文はニアピンでヒットできるというぐらいになるのが望ましいんですけれども、まあ、条文を繰り返し一緒に引く、条文に対する意識づけを高める。 でえー、ここの判例は条文のこの言葉の問題だとかね、えー、その辺の条文とのリンクというのをね、えー、常々意識してやっていきます。あと当事者ですよね、えー。ここがまあ他校にもね結構抜けてるところはまだね、えー、多くあるのかなと思うんですけれども必ず事例には当事者がいます。当事者の言いたいたこととのな辺りのね、えー、意識というのがあるのとないとでも違いますし実は条文もですね当事者の「 どっちが言う問題かというのは実は分けてやってるというようなことがあります。えー、原告の側で使うべき条文とか 被告の側で使うべき条文とかですねこの辺は実はその条文の、ね、位置づけがちょっと違ってくる誰が使うというのを想定した条文なのかと違ってくるんですねそういう意味で条文当事者ですねそこもまあ事例を通じてですけれども意識しながらねインプットを皆さんにしていただきますでインプットの講義終わった後は皆さんのねちょっとここは自習時間ということになりますけれども 復習これしっかりとしていただければなとで復習の目安なんですけれども、えー、講義でやった内容を理解し直すというのを第一にしてください理解と書いてありますけれども、えー、理解し直すですね分かる納得するというね、えー、そういう作業ですで分、えー、かる納得するというね、えー、そのプロセスが1回踏めればとりあえず復習としては1回完了と。 こういうカウントを取材で結構かなと。覚えたかどうかまでは禁止すぎない方がいいです。なぜかというと、ね、人間というのは忘れやすい生き物ですので、ね、1回で全部覚えられるわけがないというふうに思ってください。でえー、むしろ、その納得するということを1回で終わらせないことが大事ですね。1回納得したら、できたら近い時期に2回目、3回目、4回目、これを入れてほしいですね。えー、復習のペースというところもつ、ね、ながってくるんですけれども、回数とスパン。 これはどの講座でも皆さんにお話しするところでありますけれども特に入門講座に関しては例えばですけれどもちょっと今のクラスの状況をお話しさせてもらうと、まあ、本日12月10日ですけれどもライブクラスでは刑法の14回目、15回目の講義があったとこんな感じです。で来週12月17日 16回目17回回目目これがありましてでその後ちょっと変則的でありますが23日に18回目と次の科目の刑事訴訟法1回目こんな感じでずっと進んでいくとこういう予定になっておりましてでライブクラスの日程は決定してますのでここに復習をどれだけするのが一応理想的かと。 最低2回はこの1週間の間にしてほしいなとですので17から23の間も16回目17回目に関しては最低2回で,できたらですねこれは2回です1回では絶対ね忘れてしまうということになると思うので最低2回というのはちょっとノルマとしてね挙げていただきたいなとで早ければこの2回の復習するのにおおむね10時間 でいけるかなと1回目はおそらく講義時間と同じぐらいの時間かかると思いますまあ、読み直すもそうですしねえちょっとまあ大事そうなところは書いたりというふうな作業もしたりとかねその辺もしていくとおそらく1回目の復習は講義時間と同じぐらいかかりますが 1>, 1回納得したら人間って、ね、2回目読むときはもっと、ね、シナプスとシナプスがつながっていてです、ね、非常にこう、ね、思い出しも早くなると読むのも早くなるというところがありまして2回目の復習はそらく3分の2ぐらいの時間で済むかなということで6時間、4時間、まあ、10時間ぐらいが理想かなというね、えー、そういう,ふうな、まあ、一応予定で、えーね、勉強時間を構築していただければなという,ふうに思っておりますがただこれだけでは差がつけません。多くの人が こういったことはやってるわけで、さあそれ以外にプラスアルファ何するか、一週間百六十二時間。 ありましてそのうちのまあ睡眠時間除くと大体80時間ぐらいとね、えー、睡眠とかは、ね、必要な、えー、生活に必要な時間というのを入れていくと80時間ぐらいでお仕事している方はね最低その中の40時間を取られるということで、えー、残りね、えー、せいぜい通勤時間等も入れていくと2三3 0時間確保できたらいい方かなと、ねえー、そんな感じになるだろうとで2030時間確保したという中でその2三3 0をどう使うか10は復習に使うとしてあと残り10をですねできたら 前の週の復習を一二回は入れてみると、この一二回の差が後々大きく積み重ねになっていきます。こういうふうにしていくと、二週で三四回ずつ同じ箇所を回すと、こうなっていきます。そうすると人間の頭って不思議で、二週の間に四回も同じところを目を通すとですね、ある程度こう 言葉見ただけで反応で思い出せるというぐらいになっていることも結構ありましてここは早めにですね復習をかけることによって人間は忘れにくくなりますしさらに忘れかけた頃にもう一回復習することによって知識がまた復活するとこういったところでね短期間で回数を増やすこれを目標にしていただければなとこういうふうに思っております。理想としては 2週で34回をテキストの読み直しとで,できたらですけれども、ねえー、ちょっと一部書いていただくというのが望ましい場所もありまして、ね、書く場所としてね例えばですけれども、まあ、あの考え方が分かれるところで、ね、チェックの色が変わるところがありますねチェックの色が変わるところに関してはね一回ちょっと書いてみるというのもねおすすめしようかなとは思ってますけれどもそこの、えー、まあ一回書く中の、ね、時間があるんであればそれもやってみると。 でおそらく、ね、2週で34回の復習すると結構カツカツこれにはなってくるかなというふうに思いますただだんだんと人間って貪欲なものでねえー、教科書を読み直ししてるだけでは面白くないというふうに思い出してますねで大体問題解いてみたいなというふうになるわけですけれどもその問題解くというのをアウトプットというふうにね表現していきますが実は入門講座に併設で論基礎という科目が講座があります、えー、論文基礎力養成等連 通称、論基礎と呼んでいきますけれどもこれがですねライブクラスの科目が終わった翌月ぐらいから始まると。 こんな感じですなので、刑法が一応年内に終わる予定ですので、年明けからはすぐに刑法の論文基礎力要請登壇ですね、これが始まるようなカリキュラムになっております。まあ、その科目が終わり次第ですね、始まりますので、この際に問題解くというのが待っているよというふうに思ってください。で、実際に問題解くね、えー、感じで、えー、各回4回ですね、えー各、各回4問ずつぐらいですね、一応問題検討。 する機会がありますので、まあその問題検討の際におそらくですが最初はまあくじけそうになることもあるかもしれませんがまあ書こうと思ったら復習しなきゃしゃらなくなりますのでおそらくここで。 4回目、5回目、6回目ぐらいの復習をやるだろうというふうなことになりますね、えー。そういうことで年間通して相当回数の復習するというふうなことが、まあ一応カリクラム上は可能にはなっているよと。で、えー、できたら、まあここの,あの各科目の復習ですね、えー、長期休みとかね、ある程度ある方はですね、えー、その機会を使って、えー、できたら、まあね、回数復習,、えー、復習をもう一度その科目全体通してやってみるとか、えー、そんな形で年間、まあ 理想は10回ぐらいね復習できるというのがまあ理想的でありますけどもまあ一応最低でもねこのカユキュラムにそれば、えー、大体ですが56回は。 いや、でも復習するという可能性があるのかなと。最低そこのね、復習をしていただくと、まあね、まずは基礎知識のところについて、ある程度のこうベースが出来上がるかなというふうに思います。で、実際問題解くときにはね、インプットで解き方を示しますので、自分自身でもそれを実践してみてください。で、それで、その法的思考力以外のね、文章力とか応用力ですね、あるいは文事案把握力、その辺もご自身でなんかね、積み上げていくということができるのかなとは思います。で、あとは問題解いた後、 の、えー、注意点ですね復習の時の注意点ですけれども実はこれもう完全に正解できた問題は飛ばしていただいて結構ですなので、えー、間違ってた問題とか自信のなかった問題これだけを復習対象にしていただければいいかなと。 1で一問の中でも論文試験ですのであの論文試験でもですね、えー、その1、えー、つの点だけしか聞かれないというのではなくって複数の問題点これを組み合わせたような問題が出ますで複数の問問題題点組み合わせた問題のうち4点のうちの3点かけたのであればその3点はおそらく2回目取れたとしてもできるはずですのでできなかった部分だけピックアップしていくと。 こういうふうなねエッサンスでやっていただくのが、まあ、理想的かなと。あのー、結構律儀な方はね、えー、全部の問題もう一回やりなすてね、えー、そういう人も出てくるんですが多分時間的にパンクすると思いますんでね、えー、できなかった部分 これを一応ね、復習対象ということにしてみてください。で、問題ごとにですね、項目ですね、項目ごとに、まあね、できなかった部分というのもね、自分自身でちょっとこう洗い出すというふうにしていただくといいのかなというふうに思います。はい。で、あとは間違えたときに理由を考えてみてください。結構初歩的なミスであるのが、問題の取り違えですね。えさん、おつさん、ヘさんとか出てくるんですけどね、こうさんとおつさんの役割は逆にしてたとかですね、それはもう読み間違い、 でですすので落ち着いいいて読むしかななぞととうことになりますけれども、えー、ただそれ以外の間違った理由ですね、えー、知識が出てこなかったという場合はこれは復習不足、ねえー、復習すれば何とかなるというところですので、まあ、復習をもう一回しようというふうにしていただければいいと思いますしあと、ねえー、間違えたとしても応用が効かなかった間違いであるならばそれは応用の仕方ですよね、えー、これをマスターしてみようと。まあ真似る というね、えー、応用の仕方をちょっとこうで、ねえー、真似てみようという風にしていただければいいのかなという風には思います。はい。まあそんなことで、えー、インプット講座、アウトプット講座ですね。えー、こういう風な勉強方法を、まあちょっと総論みたいな感じで申し訳ないですけれどもね、えー、総論的にはこういう風な勉強したらいいんじゃないかなという風にに思っております。はい。あと、まあ私のクラスに限らずね、えー、どこのまあ予備校でもメリハリづけ、ここはしてるかなという風に思いますけれども、私自身は、えー、徹底したメリハリづけで書き込む対象。 テキストと条文のみです。えー、それ以外に、まあ、のみとは怒られるかな。レジュメがありますけれどもね。えー、テキスト、レジュメ、条文で、レジュメはテキストに貼り付けるのを推奨しておりまして、えー、テキストに、ま、全体一本化するという感じにするといいのかなと。 あとは、条文とテキストをリンクできるというのがまあ理想的でしてね。えー、テキストの何ページは、あ条文のここに書いてあるなとかですね。えー、条文の何ページ見たら、ああ、テキストあの辺思い出すとかね、えー。そういうふうな感じでリンク付けできるといいかなと思いますが、まあとにかくですね、あの、手を広げない。 いうことを意識していただきます。どういうことかと言いますと、結構、少子験業界っていうのは、えー、情報が氾濫しておりまして、えー、あの本いいよ、この本いいよ、あの問題集いいよ、この問題集いいよ、この反連集いいよ、どうのこうの、というようなことで、まあ書籍だけでもですね、数十万は使えるというぐらいに、まあ存在しますんでね、えー、この、まあ、書籍にどこまで手を出すかと。で、徹底してまずはテキストを絞って、そこの復習を やということにしていただくだけでもですね、これは基本力は十分身につきますんでね、えー、その基本力をしっかりとこうマスターするということを最優先にしていただきたいと。でその基本だけではどうにもならんというのであれば、それは応用的なね、本とかに手を出せばいいでしょうけれども、まあそこまでしなくても受かります、ねえー。とりあえず、今年合格された方でね、最近対談というのをね、ちょっとやりましたけれども、やはりね、予備校テキストの基本部分ね、しっかりやっておけばなんとかなるというね、その予備試験でね、一発で合格した方もまあ、 おっしゃっておりましたけれども、やはりもうこれは手を広げないというのが非常に大事かなというふうに思いますね。えー、手を広げようと思えば、いくらでも広げれる業界ですので、広げず、もうテキストに一本化する、ねえー、皆さんに配布するテキスト、予定ですね、えー、教室の後ろに置いてありますけれども、よかったらサブンサミットテキストという、ね、テキスト、またね、帰りにでもちょっとご覧いただければなというふうに思います。はい、あと、えー、メリハリ付けするために、重要箇所にはマーカーします。で、5色ご用意いただけると一番ありがたい。 ですねえー、マーカーについては5色意味それぞれ使い分けさせていただきますので、えー、それぞれの意味に沿って、えー、復習の仕方をちょっとね変えるというふうな感じになるのかなというふうには思います、はい、あとランク付けで、えー、と5つのランクに、えー、それぞれの項目ですね分けていきます WAABCD というね、えー、5段階 これに分ける予定にしておりまして、えー、B までが論文対策で CD は担当専用というね、えー、そういうふうな、まあ、一応分類にしております。で、えー、忙しい方は WA と A だけでも 復習を終わらせるというふうにねしてもらえたらいいかなとで B 以下についてはね直前期にまあやるなりねちょっと時間が余裕がある時にやるというねそれも一つの戦略だろうと思いますとりあえずまあ優先順位としては w a a のところですねこれをまずは徹底的に自分のものにするというふうにねしていただけると幸いではあります、はい、あと私のクラスのまあメリハリ付けですね2年目までちょっと一貫でさせていただいている関係もありですねこれができるんですけれども学習時期1年目でやるべき内容と 2年目以降でやれば足りるものですねこれが一つのテキストに混在しているという場合がありますでできたらですね2年目以降でやるべき内容については1年目ではもう目を触れないそういうふうにしておいた方がねいいだろうと思いますし1年目でも 1>, 1回目で勉強するか2回目で勉強するかというふうな段階に応じてやるべき内容というのもあります特にね法律の世界の勉強ですね教科書の頭の方に実は後ろの内容分かってないと解けない問題とかねそういったものが前の方に置いてあるということもありましてできる限りですねその難しいところは1回回してから2回目で見るとこういうふうにするのが望ましい内容というのもありますのでその辺の指示も 授業の中でで出しますで私のクラスは一応全体に回し2、2回ですよね、2回ちょっとぐるっとするというふうな予定にしてますので、1周目、2周目というね、そういうふうな言い方しますが、2周目のところはもう1周目では飛ばす。そういう感じでメリハリ付けを徹底的にしていただければなというふうに思います。はい で、あとはまあね、ちょっと手前みそめな感じで申し訳ないですけれども、全、えー、科目ね、私が一人で、えー、一応論文対策の部分に関してね、7科目の論文対策ですけれども、私の方が一貫してさせていただきますので、まあ他の予備校等でね、えー、講師が変わった、 話しちゃうやんけっていうね。えー、そういうふうな公平が多分ないだろうというふうに思います。もう全科目私が一貫してますので、科目間の連携というのも当然ありますし、それからね、えー、1年目、2年目の連携というのも当然ありますので、まあ、そのあたりはまあ非常に勉強しやすいですね。えー、ずっと同じようなことを言うとるな、こいつというふうに思うことも、ね、出てくるかもしれませんけれども、まあ、あの全科目一貫というふうな、ねえー、メリットはあるかなと。あと、順番も、あのー、私のクラスはかなり特徴的でありまして、えー、よくあるカリキュラムは、カッコの3、 県民省民層層行政こういう順番でやるという風なカリキュラムが結構目につきます。しかし、これ、順番バラバラですね。えー、実はですね、司法試験の出題もそうですし、予備試験の出題も系統別の出題なんですね。広報系、民事系、刑事系ということで、えー、実は3系統に分けて出題されると。論文試験もですね、それぞれえ系統別になっていきますので、ね、広報系、 民事系刑事系この3つに分かれまして広報系憲法行政法民事系が民、小、民訴で刑事系が ケースとこういう7科目の配分になっておりましてはいで同じ系統の科目は近いいい時期にやっった方がめっちゃ効率いいですも,しもっと言うと憲法行政法は2個1ですね2つで1科目ぐらいのそれぐらいの密接な関連性これがありますのでできたら県・量は一緒の。 タイミングでやるべきだし民、小、民、訴民もかなり近いところがあるので民、小、民、訴民も一気にやると刑法、刑訴も一気にやるというのが理想的でしてでちょうどね、今のライブクラスはこの刑事刑に入っているというところではありますけれどもここも刑法の後すぐ刑訴ですね、えー、これが予定されてまして一気にやった方が効率的です。まあだいたい後方形が春先 で民法、民事系ですね、これが夏から秋にかけてとで、刑事系が秋から冬と、まあ、そんな感じですね、季節感でね、私はもっとやってますけれども、この系統別にやるということで、近い問題、近い科目について、同じような思考ですといけますんで、その意味で、あの科,目科目別にやることによって、ですね理解もより深まる、まあ、憲法から民、 圏、章でやった時に一番困るのは行政法でしょうね。憲法をやる頃、行政法をやる頃に憲法を忘れてるという状態ね。その状態で行政法入るという可能性がありますけれども、でそれではちょっとまあ意味がないかなと、ね。できたらまあ上近いところで、ね。えー、から、刑法と計算も一気に離れてますけれどもね。やるんだったら一緒にまとめた方がいいかなというね。えー、そんな感じで、えー、一応順番も、ね、カリキュラムの中では意識して、えー、合理的な、ね、方法でやるというふうに予定しております。はい。えー、3ページちょっと入りますね。えー、勉強方法の方針というふうに 書いておりますがまあ、ここはあまりね、えー、今の段階で細かく言えるところではないですただ大きな枠組みでいくならば1年目でしっかり基礎の習得これをしてください、えー、1年目は基礎固めの時期と割り切ってくださいで、えー、勉強時間としてはおおむね8,2ぐらいにはなるかなと、えー、インプット8アウトプット2でしてもうとにかく1年目は基礎固めという風に位置づけしていただけるといいと思いますで基礎固め 何が基礎か入門講座の中でチェックした箇所ですね、えー、ここをもう基礎だということで、しっかりと固めると。 まあチェックしてないところもたくさん出ます、ねえー、テキスト、ですね、えー、民法なんかは1000ページ軽く超えるんですけれども、その1000ページ全部、ねえー、やるのはっきりと無理でして、縮めると民法のテキストは300ページぐらい、ね、まとめられちゃうというぐらいですが、入門のチェック箇所、これは基礎中の基礎ですので、ここをしっかりと固めようという感じにしておいてください。でこれを 1>, 1年目にサボるとどういうことが待っているか、大体想像つくと思いますけれども、さあ2年目に入りました。まあ2年目はどのね予備校でも論文をがっつりと解いていくね。1年目ではね各回4問ずつというねそういうまあかなりね緩やかなこう論文のね検査点検討で済むわけですけれども、2年目 では私のクラスでもかなりスパルタです。えー、問題を各回20問ずつ解いていくとかね、えー、そんな感じのね非常にこうね、えー、タイトなものが予定されてますが、さあ20問解くのに基礎がガタガタだと大変です。2年目で論文を書けない。2年目に。 このリスクがありますね基礎固めやり直あそうは言ってもまあ何ていうかな1年目で固めきれない基礎がまあ誰しもあるので、えー、それはもうね、えー、全部が全部1年目で固めきれるっていうふうには言い切れませんけれどもできたら1年目の論文を解かなくて済むタイミングである程度でしっかりと基礎固めに費やすと これをしっかりやらないと2年目で基礎固めやり直すというねそういうふうなことになりかねませんそうなると何が待っているかというと2年目で使える時間インプットに取られるということになりますアウトプットで本来ですね毎回20問の講義をやっていくねそうするとですねだいこうアウトプット時間って相当かかるという感じですね1問問題解くのに大体20分はかかるそういうふうになると思いますので20問やろうとすると400分は最低限ねかかるそれを まあ基礎固めができる人はどんどん新しい問題にチャレンジできるのに対して1年目の基礎固めをもう1回2年目にやり直しというふうなことになると解ける問題数もどんどん減っていくでしょうでおそらくですね1年目に基礎固めした人としてない人で大きな差ですねそれが生まれてくるというふうに思いますねそういう意味で1年目の勉強これは無理です。 1>, ねえー、1年目の勉強で、まあ、最初はスロースタートで一気に上げるっていうねそれはなかなか、ねえー、飛行機じゃないんだから無理ですよというところで、まあ、理想はある程度高めに発射してでそれでだんだんと緩やかに上っていくとこっちの方がですね、えー、やはり現実的なところでして、まあ、こちらの方になるように。 はい、基礎固めというね、えー、とってもこうね、えー、退屈いところも少し出てくるかもしれませんけれども、えー、この基礎固めというのをやはりね、えー、早めに確立しておくとこれが1年目の基本姿勢だと。そうしておくと2年目以降は 弱点つまあそういう視点を持ってやっていただけると全体ですね、えー、早めに、まあ、基礎も固められれば弱点潰しにターゲットを絞れるしどんどん論文の問題を解いてスキルも上げられるし、まあ、いいことをつくし。 担当対策の勉強も早めにできるしというところでねできたらまあこのね基礎固めというのをおろそかにせずにしっかりと1年の間にねやっていただければなというふうには思っておりますはいで2年目以降ね基本的な視点はもうこの弱点潰しになるぞともうこれにつきますで1年目の勉強の基礎固めの程度によってですね2年目の勉強の配分変わりますが理想的な配分は2対8ですねインプット2のアウトプット8これぐらいになるようにまあ1年目 頑張りましょうとね、えー、そういうふうなまあ一応クラスだというふうに認識していただければ幸いですはいあとまあ最後にね先取りクラスだけの魅力ですね、えー、先取りクラスだけの魅力で、えー、どんな他の人とラ,、えー、ライバルの差がつくかというともう憲法行政法から入るというね、えー、そういうことで他の人よりも3ヶ月早くね終わります、えー、憲法行政法でだいたい3ヶ月ぐらいねやる予定にはなっておりますけれども、えー、そこで前年度クラスに入れますそうするとですねすでに まあ約9か月ほど勉強始めた方々と一応交流するということで勉強方法とかですねいろんなところのまあ交流がしやすくなるというところもありますね、えー、この括弧の一番のところですね、えー、前年度クラスに入るということで、まあ他の、ねえー、受講生との交流を通じてですね、まあ、情報等もちょっと広がる可能性がありますね、えー、ここはですね、あのー、どうしてもこう少子兼協会って春始まりが多いのでね、えー、春始まりの方のその人脈 の範囲とですね、えー、その前のクラスですね、えー、先取りクラスで入った方の人脈の範囲、おのずと変わりますね。えー、どちらかというと、えー、大多数がね、前の年の方から始めてる人で、まあいわば。 先輩的な人がある程度増えると、その意味で情報も入ってきやすいというところもあるんですよね。で、同じ時期に勉強を始めた方からは、なかなかですね、結構同じような情報しか入ってないというところはあるんですけれども、やはりその、ね、情報のこう網ですよね、えー、その意味でも、まあ、先ほど言うクラスというのは非常にこう、ね、メリットあるのかなという感じがしますで。民法以下は 次の年度の開校クラスに入るわけですけれどもまあ民法が始まる頃には復習の仕方もも、ねえー、当然のことながらもう3か月先輩になっているわけでして、えー、そういうふうな点でもです、ね、春始まりの方よりもおそらく、ね、民法以下の勉強もスムーズに、ね、できてくるというふうになるだろうというふうには思います。 えー、そのクラスが先取りクラスかなと、まあかなり早めに入るという意味で、まあ、えー、人よりも早くね、えー、勉強もまあ1年目が完成する、えー、他の人よりも早くね、えー、論文担当。 本格的にやる時間に入れるということでね、えー、そういう意味でも、1年でも早く合格するというね、えー、そういうのにまあ一番直結した、まあ、そういうクラスなのかなというふうには思っております。はい、まあ、そんなことで、えー、先ほどいうクラスだけのね、えー、メ,リメ,リメ,リメリットとか魅力というふうになると、まあ、とにかく3ヶ月早いというね、でえー、多くの受験生が春から、ね、始める中で、えー、他の予備校も春から始まるのが多い中で、ですね、えー、ここは3ヶ月始めて早めに始めて、えー、勉強のスタイル、確立するのも早く、終わるのも早く。 論文も早くということで、まあ、とにかく、ねえー、人よりも差がつけられる、えー、そういうふうなところではあるかなというふうに思います。はいということで、まあ、ちょっとかなり駆け足ではありましたけれども、まあ、一般的なお話で、ね、恐縮でありますけれども、また個別にですね、えー、ご質問等ございましたら、あのー、お聞きいただければなというふうに思います。と、はい、ういうことで、私からのガイダンスですね、えー、これにて終了とさせていただきたいと思います。どうもお疲れ様でした